フランシス・ベーコン、初代戦闘オールバンズ子爵。フランシス・ベーコン、1561年1月22日から1626年4月9日は、イギリスの哲学者、神学者、法学者、政治家、貴族である。イングランド近世、ルネサンス期、チューダー朝、エリザベス朝からスチュアート朝の人物。知識は、力なり。 イプササインティアポテストスへの名言や、イドラの概念で有名。1561年1月22日、サー・ニコラス・ベーコンとその妻、旧姓クックの息子として、ロンドンストランドに生まれる。6人兄弟の末っ子で同母兄にアンソニー・ベーコンがいた。父はエリザベス朝最初の大法官権建国事象書,書であり、母は女王エリザベス一世の側近である初代。 バーリー男爵、ウィリアム・セシルの妻の妹だった。また、バーリー男爵とミドルレッド夫妻の息子で、後の初代ソールズベリー博、ロバート・セシルは、母方の重邸にあたる。経験なプロテスタントかつ才能にあふれる、母の教育で熱心なプロテスタントとして育ち、父は、ハートフォードシャーのセント・オールバンズで購入した土地で、建てた屋敷で生活するうち、 自然に囲まれた環境で自然世界への興味に目覚めていった。1573年に父の計らいで兄アンソニーと共にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学。ここで学寮長で後にカンタベリー大主教になるに教わり、理性と知識を重んじ、確かな証拠に基づくことなしに議論を行わない彼の姿勢に影響を受けた。また、 アリストテレスの哲学を嫌うようになり、理由は、議論や論争に優れているだけで、人間の生活に役立つような成果を生み出すことは、ほとんどないというもので、退屈な大学の学問により、自然科学への関心が高まっていった。ただし在学は1575年12月の2年、だけで、学位は取得せず、大学を去り卒業はしていない。翌1576年6月に、 兄と共に、ロンドンのグレー放送院で法律を学び、9月に在籍のまま中仏大使で元家庭教師でもあったに同行、見聞を広めてほしい父の意向があったと言われる、フランスパリ留学を経て、フランス各地を巡った。ユグノー戦争で荒廃した、フランスや国王アンリ三世が奨励した自然科学に目を向け、国内情勢分析や科学から受けた刺激で、大いに見識を広げた。 そして帰国後の1582年に法廷弁護士の資格を取得した。しかしこの間、1579年に父は、わずかな遺産を残しただけで死去、急遽帰国した。死因は、冬のうたた寝でかかった肺炎で、ベーコンがフランス留学で得たものは大きかったが、父を失ったことは大きな痛手で、イボ兄を含めた兄弟で、遺産分割、ベーコンには、 わずかな分しか残らなかった。加えて、ベーコンが、金銭感覚のない浪費家だったことも災いし、父の後ろ盾がないまま正解に臨むことを余儀なくされ、借金生活にも苦しむ羽目に陥ってしまった。生活のためまずは、法律家の道を歩み、1582年の法廷弁護士に始まり1586年に、グレー放送員の幹部員に1587年、 または1588年に講師に選出された。1589年に、性質長の初期継承権も与えられたが、収入は1608年までなかった。古文老の勉強や生計に追われる中で、執筆活動を始め、1585年頃に、最初のエッセイ、時代の最大の誕生を買い。また、バーリー男社クラ有力者に、領感運動を行ったが、 バーリー男爵がベーコンの引き立てに熱心でなかったためか、政敵のレスター博、ロバート・ダドリーの派閥に接近、1581年にレスター派のベッド・フォード博爵が影響を持つコーンウォールのから選出されて庶民議員となる。1584年にやはりベッド・フォード博の影響があるから選出された。議会活動は1584年の議会で、 まだ断片的な発言しか残っていないが、議会とは別に、フランシス・ウォルシンガムの諜報活動に参加した。これが認められて、ウォルシンガムの講演で選出された1586年の議会で冒頭演説の栄誉を与えられ、翌1587年には、特別税に関する委員会、1588年に法案審議の準備委員会の委員に任命され、 徐々に政府に徴用されるようになった。1589年の議会でも、ウォルシンガムの講演で引き続き選出、多くの委員会出席や発言の増加が見られ、議会でも重要な役割を担いつつあった。また1589年と1592年に、それぞれピューリタンとイングランド国教会の過激な論争を非難する、イングランドの教会の論争についての勧告と、 バーリー男爵の重要な宗教政策に反対するカトリックイエズス会のパンフレットに反論するこの1592年に出版された中小文に対する考察を執筆、著作活動も続けていた。ベーコンは兄と共に法学を学び優秀であったが、後ろ盾となるはずのバーリー男爵は優秀なベーコン兄弟が息子、ロバート・セシルの競争相手になることを恐れて、 兄弟を支えようとしなかった。そのため、ベーコン兄弟は、セシルフ氏を恨むようになり、1591年以来、エリザベス一世の長身エセックス博、ロバート・デバルーの顧問となる。それまでベーコンの講演者だったレスター博は1588年に、ウォルシンガムは1590年に亡くなり、レスター博とウォルシンガムを義父にしている、エセックス博は、彼らの派閥を受け継ぎ、 バーリーダンシャクフ氏に対抗する有力者に対頭していた。ベーコンはウォルシンガムに仕えた経験を生かし、彼が残した情報ネットワークを再建して、エセックス博に取り入った。ところが、1593年の議会でベーコンは、失態を演じてしまう。女王の意向を無視した発言を繰り返して、政府と対立、議会を紛糾させたのである。スペインの侵攻に備えて、 軍事費をまかなうため、三つの特別税承認を求めた、女王は議会を召集したが、ベーコンは、女王の目的とは違う法律の再編纂について、演説したり、特別税について、貴族院で先に協議されたことを尖め庶民員が先に、特別税を承認する特権を強調して、審議を伸ばしたり、議会の混乱を生んだ。さらに特別税には賛成するものの、 その支払い期間を6年にすることを提案、国民に重い負担をかけることを憂い、特別税承認を宣令にしないことを主張した。ベーコンの提案はすぐさま政府側の人間に反論され、ロバート・セシュルは2つの大きな災いが迫っているとしたら、より小さな災いを選ぶべきである。今回の特別税は決して永続するものではなく、原因があって生まれたものは、 原因の消滅と共に終わるものであると発言。セシュルは議会の流れを変えて、特別税商人にこぎつけたが、ベーコンは議会から孤立した上女王の怒りを買い、宮廷から遠ざけられ、両官にも失敗、不遇を囲こつことになった。議会での失敗で正解の活動を断たれたベーコンは、執筆活動を通して、哲学研究に没頭すべきか。 正解で再起を狙うかを悩む中で、エセックス博の飛行を受けたが、そのエセックス博の後ろだけがあっても失敗する例が見られた。五百九十四年にトマス・エジャートンが引いた後のポストに、バーリー弾尺不死が押したエドワード・コークに対抗して、エセックス博がベーンを押したが、その間なく、コークが法務総裁に昇進した。この時は女王の怒りが溶けていなかったため法務時間にもなれず、 1596年にエセックス博の鳥なしでどうにか匿名の学識顧問官に任されたが、報酬が伴わないため苦難の借金生活が続き、エセックス博の財政支援を受ける有様だった。1597年、エセックス博の支援で、バーリー男爵の孫娘で富裕な未亡人、バーリー男爵の長男とマセシルの娘で、ウィリアム・ハットン教の未亡人へ求婚したが、 彼女はコークを選んだためこの件でもコークに出し抜かれてしまった。やがてエセックス博が女王と対立、凋落してくると彼をいさめることが多くなった。1596年の助言では民衆の人気取りに軍事的栄光を求めるエセックス博をいさめ、1597年に議会に復帰してからもエセックス博とのつながりを保ち、 1599年のアイルランド遠征に反対したが聞き入れられず、遠征に失敗して女王に見限られてもエセックス博と女王の間を取り元と奔走した。だがこうした行動は報われず、1601年2月にエセックス博が反乱を起こして失敗し、高等法院王座ーザー部裁判所で裁判にかけられると、コークと共にベーコンも訴追側の一人となった。エセックス博の処刑後は、 事件の全貌を明らかにする公開書の作成に当たった。この時のベイコンの行動はエセックス博に対する裏切り行為と取られ、晩年の失脚と合わせて当時から現在まで評判が悪い。しかしベイコンはエセックス博の好戦的な姿勢が女王に危険視されてたことに気づいており、前述の通り最悪の事態を避けるため反乱前からたびたびエセックス博に還元したり、 彼が没落しても見捨てず女王の間を取り持とうと奔走したことも事実であり、裁判の参加も女王の命令でベーコンは命令に逆らいなかったという擁護論もある。エセックス博の処刑に続き、同年に兄も失い悲しみに暮れる中、1610年に母も死去、10月に開かれた議会に選出、独占権を批判する議会に対し女王の独占権授与が、 国王体験に触れることから女王擁護に回った。問題は女王が有害ないくつかの独占権を撤回することを約束、実行することで解決が図られ、合わせて市民への感謝を表明したで議会は女王の称賛の場と化した。演説を聞いていたベーコンは女王のしたたかな政治手法に関心し、後に再び独占権批判が持ち上がった時に解決策として 女王の方法を例に挙げた。反面、自らの才能が発揮できない状況に苛立ちも感じていた。1603年3月にエリザベス一世が崩御、スコットランド王ジェームズ六世がイングランド王ジェームズ一世として即位した。ベーコンは新国王がエセックス博と親しかったため当初不安を感じていた。国王への働きかけが成功して7月にナイトに上され、 1604年にエリザベス一世の時と同じ特命の学識顧問官に任命され国王の側近として徴用された。ジェームズ一世の即位に尽力したセシルもソールズベリー博に助釈されている。エリザベス長期及びジェームズ一世期の初期には英達に恵まれなかったが、ジェームズ一世時代に顧問ロゴの原則を守ろうとするコークに対してベーコンは 国王体験を擁護したことで、ジェイズ一世に徴用されるようになった。この時期の1605年に、学問の進歩を出版する。一方、1606年に、友人で、ロンドン資産次会員、ベネディクト・バーナムの娘、アリス・バーナムと結婚、持参金で、ベーコンの財政状態は改善された。アリスとの間に子供はなく結婚生活について、不明だが、 1612年に出版されたエッセイに、ベーコンが結婚について否定的な文章を書いていること、死の前年に当たる1625年に書いた遺書で、一旦妻与えると決めた土地や家具を取り消して、遺産相続の権利を否定していることから、結婚生活がうまくいかなかったことが示唆されている。1607年に、法務時間になったことを皮切りに順調に英達し、1613年には、 法務総裁、1616 16年に、数密顧問官、1617年には、国事証書、1618年には、大法官となる。大法官、貴族院議長就任に際してに助され、貴族院議員となった。1621年にセント、先頭オールバンズ施策に、助された。法務次官、法務総裁在任中は、司法会で、 性的広告と裁判所の管轄を争い、国王体験と裁判所の権限をめぐって、対立し続けた。きっかけは1606年にへ転身してからの広区の姿勢変化にあり、古文狼を擁護しそれを扱う裁判所の権限を拡大、他の裁判所や王権との対立を引き起こしたのである。背景にはなどの裁判所新設などのエクイティ、公平法の裁判所が権限を広む これらを通じて国王体験が慎重し、古文ー裁判所との争いが生じた事情があった。しかし国王ジェームズ一世とその側近になっていたベーコンからすれば、コークの方が古文ーを盾に取った越権行為をしていることになり、コークはベーコン及びジェームズ一世との対立が避けられなくなった。コークのこうした動きに対しベーコンがその対処にあたり、 1608年にコモンー裁判所とエールズの裁判所が管轄争いを起こすと自分たちの権利をこわだかに主張するコモンー裁判所を非難、ベーコンの影響を受けたジェームズ一世が1610年に各裁判所へそれぞれの管轄を保持することと事情を呼びかけ事態の収拾を図った。また正解でも国王の助言者として国王体験と議会の均衡を保つべく。 本創、財政再建策として、ソールズベリー博が1610年に提案した、大契約がもとで、国王の課税権をめぐって起こった論争を差し止めた、エイムズ一世を擁護、大契約に反対した。一方で1612年に、ジェームズ一世へ向けて、議会の存在意義を強調して、配慮を呼びかけている。同年、大契約成立に失敗し、財政再建できなかった。 ソールズベリー博が死亡、ベーコンは彼が所持していたポストを狙い国王に自占したが実現せず議会も1614年に召集されながら同年解散7年後の1621年まで召集されなかったため司法会で再びコークとの対立が発生することになった。1613年の死亡でコークは民事高等裁判所から 大座裁判所へ移動となったが、なんとかコークを本位させようと彼とジェームズ一世との接近を計画、加えて、見入りの良くない大座裁判所への移動で罰を対外的に印象づけることも図ったベーコンが、ジェームズ一世に進言した結果だった。なお、コークの移動で玉月人事が行われ、民事高等裁判所主席裁判官には、コークの公認の法務総裁が、 法務総裁にはベーコンが就任した。しかし、王座裁判所主席裁判官になってもコークは態度を変えず、ジェームズ一世ベーコンとの対立を継続していった。サマセット博、ロバートカーの殺人事件裁判では、コークとベーコンは協力だが、裁判官は、国王の擁護者と考えるベーコンと国王と人民の間の調停者と考えるコークの思想は入れず、 ジェームズ一世の裁判官への干渉に対する抗議も重なり、大法官でベーコンと連携したエジャートンとも対立を深めていった。裁判所の管轄争いも国王体験と裁判所の対立と問題が拡大。1616 16年にジェームズ一世によりコークは王座裁判所主席裁判官を免された。悲鳴に際し、ベーコンはコークを徹底的に非難し、国王体験や 各裁判所と衝突した事例を持ち出して、コークへの個人攻撃にまで及び、かつてのエセックス博を彷彿とさせる民衆の支持背景にした政治手法を厳しく批判している。コークを司法界から排除した後は、出世を重ね、上述の通り1616 16年に、数密古文館、1617年に、国事証書、1618年に大法官となり、 ベルーラム男爵助人で貴族に劣せられ、1621年に、戦闘オルバンズ爵に少女された。出世に伴い多忙を極め、大法官府の残務処理や裁判で、ウォルター・ローリー、1618年やサフォーク博、トマス・ハワード、1619年など政治を断罪、治安判事や巡回裁判判事を通した地方の統制、各分野に精通した委員会の設立提案、 現代における省庁に相当するなど司法会と、政界にまたがる多彩な活動を展開していった。この出世には1615年から交際していた、ジェームズ一世の長身、バッキンガム公、後に、公爵、ジョージ・ビリアーズの後ろ盾によるところが大きかった。バッキンガム公への助言という形で1618年に、イングランドの政治、社会全般を広範囲に分析。 解説した書簡を執筆した。1616 16年にも書いた書簡を大幅に増補した。この文書で、罰金が向こうに宮府杯の一層、国王と数密院中心の政治を行うこと、数密顧問官の東洋に公平な人事を行うことを進めた。内容は多岐にわたり、宗教、法律、議会、数密院、外交、戦争、経済、植民、 宮廷のそれぞれの詳しい特徴、問題点、解決策を挙げて、バッキンガムを国政運営にふさわしい政治家に要請しようとした。しかし、バッキンガム公は、ベーコンの政治マニュアルとも言うべき書簡の内容を噛みて、組み込みず派閥形成に走り、身内美意気で役職がバッキンガム派に独占される事態となり、それに不満を抱いた有力者が議会で、バッキンガム公ら政府と対立。 ベーコンの目論みは失敗した。そして、バッキンガム派に属するベーコンも、議会と政府の対立に巻き込まれていった。1620年、一時期だが、トマス・ホップズが、ベーコンの秘書を務めたことがある。1621年1月30日、7年ぶりに、議会が開かれた。30年戦争で、ヨーロッパ大陸が、戦乱に包まれ、ジェームズ一世の娘、 エリザベス・スチュアートの夫であるプファルツ選定校、フリードリヒ五世も戦争当社のため、戦争に備える費用調達が目的だった。議会には独占権に対する反感が再度湧き上がっていたため、それを察していたベーコンは議会対策を行い、その一環として1601年にエリザベス一世が取った対策を参考に、バッキンガムへ独占権廃止を要請した。だが、 罰金が無ガムは、要請を取り上げず独占権をそのままにしていたため、はじめは政府に、有効的で使用目的だった、特別税を認めた議会は一転して、独占権批判を展開。かつてベーコンが排除した性的校区が、批判運動の先頭に立ち深刻な清掃が始まった。議会はまず、罰金が無ガムの身内を独占権乱用の疑いで、告発、続いて、 バッキンガムも追求しようとしたが、ジェームズ一世がバッキンガムを擁護し、独占権批判を国王体験に触れることを理由に、論中止を求めたため、独占権批判は収束に向かった。しかし、議会の怒りの矛先はベーコンに向けられ、独占権の審議に関わり違反者を処罰したこともある。ベーコンにとっては不安が残るものとな。ジェームズ一世が、 罰金が向こうを守るためベーコンを議会攻撃のスケープゴートにすることを格索、彼を見放したことも不安を助長していた。やがて不安は現実となり、ベーコンは独占権批判が収束した直後の3月14日に訴訟関係者から賄賂を受け取ったという告発を受けた。ベーコンはこの告発を認めたが判決には影響を与えていないと弁護した。当時、 裁判官が贈り物を受け取るのは普通のことであり、この告発には、党派争いが絡んでいた。しかし弁護は通らず、コ倉クラのベーコンへの追求は山津ベーコンを告発する人物が続出した。病気療養中だったこともあり、ベーコンの対応は遅れ、ジェームズ一世からの助けも得られず、観念したベーコンは4月30日に、貴族院へ問責書に対する返書を送り、 収賄を認め弁護を放棄し、処分を貴族院に委ねた。5月3日に判決が下り、罰金4万ポンド、国王の許可があるまで、ロンドン島へ監禁、一切の公職就任禁止、議会出席、宮廷出資禁止を言い渡された。こうしてベーコンは、失脚、4日間ではあるが、5月末から6月4日まで、ロンドン島に閉じ込められもした。以降は、 セントオールバンズの領地で引退生活を送って、著実に専念した。1626年に鶏に雪を詰め込んで、冷凍の実験を行った際におかんにかかり、近くのアランデル伯爵、トマス・ハワードの屋敷に身寄せたが、体調は回復せず4月9日に、帰還支援を起こして死亡した。65歳だった。知識は力なり、 イプササインティアポテストスへという言葉と共に知られる。独力では果たせなかったものの学問の壮大な体系化を構想していた。体系化の構想はフランス百科全書派にも引き継がれる。なお、主な著作のノブム・オルガヌムの影響もあり、イギリスの老教育が始まっている。老学校を最初に設立した人物ではなく、老教育を最初に始めた人物であるとされている。 ウィリアム・シェイクスピアと同時大臣であり、シェイクスピアはベーコンのペンネームだという説を唱える者もいる。シェイクスピア別人説の項を参照。ボルテールはフランシス・ベーコンについて、ノブム・オルガヌブなどの著作を念頭に、経験哲学の祖として称賛している。1618年7月12日に以下の尺を新規にノブされる。1620。 21年1月27日に以下の尺を新規にノブされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。